けましておめでとうございます。安水でございます。昨年は大変お世話になりました。本年もね、一つよろしくお願いします。2021年今日が初撮りでございます。はい、今年もね、どうか皆様ごひいきのほどよろしくお願い申し上げます。今日はね、1月2日、元旦のね次の日ということで、今日は初夢の日になるんですかね。はい、今日ね、今年はどんな初夢を見るんでしょうかね。はい、それで今日のカメラは初撮りということで、一応ね、エース角のねα7S3 にレンズが24mm の GM レンズですね。こちらをね、今日はちょっと持ってきまして、新年のね初撮りを行ってます。で、まあ皆さんもお分かりの通りですね、ここはですね中島公園でございます。今日はね、実はね、空ちょっと見ていただけば快晴ではないですけどね、ほんとすんごい天気のねいい日なんですよね。はいはい。で、今日のですねジンバルはですね、はい、例のチープジンバルですね。フェイユーテックの、AK2000C でね、撮っております。はい、それで今日のですねピクチャープロファイルは、Slog2 でね撮っております。そうですね、こういう雪景色ですので、おそらく、まあ、普段よりもねプラス補正しませんと結構暗い画面になるので、まあ、プラ2から 2.5 ぐらいのねこういう真っ白い景色ですんで、それくらいでなんとなく、うん、ちょうどいいんじゃないかと思うんですけど、いかがでしょうかね。こう急にねこういう雪原を映しますとね、はい。で、ISO はですね今ね160で固定してます。S3 はね S-Log2 でね160まで、はい、マニュアルでね、撮ることができます。ただね、ダイナミックレンジはねその分ねちょっとね下がっちゃいますけれども、まあそれでもね、多分 PP の6よりはね輝度差はね、うん、うまくね収めてくれるんじゃないかと思いますんで、今日はねその辺もねテストしていきたいと思います。はい、皆様におかれましては大晦日1日の日はどうでしたか。いい、はい、新年を迎えることができましたでしょうか。私の方はねちょっと実家に戻りまして、父とね2人の、まあ、お正月というね形で過ごしましたけど、まあねちょっとね正直ちょっと食べ過ぎしちゃいまして、昨日ですかね、ちょっとお腹のね調子があまり良くなくてですね、ちょっとえらい目にあったんですけど、まあただね昨日仕事があったので気合を入れてね薬飲んでね無事ね、はい、新年早々のね仕事をね無事終わらせることができました。今日はねだいぶ体調元に、戻りまして、まあ戻らないとねこんなことできないですよね。はい、暴飲暴食、はい、皆さんもね注意してくださいね。はい、ということでね今日の中島公園ですけどね、まあ例年ですね普通であればねそこの今パークホテル、はい、そこにね結構外国人観光客さんが泊まって年越しをしてね、こう中島公園でねこう結構ねいろんな外国語が聞けるはずなんですが、今年はねご覧の通り、はい、お客様もね日本人の方ばかりですね。はい、で新年早々ね初撮りということで、
今回はね、今年買いたいもの、はい、まだね発表されてないね、もちろん商品もあるんですけど、僕の想像を含めたね商品を含めて、ベスト5をねちょっとね、はい、これからね発表したいと思います。はい、ここはね、はい、藤棚ですね。冬はねこんな感じになってます。はいはい、こんな感じですね。はい、それではね2021年度、夢を語るね、今年欲しいものベスト5第5位、第5位ですけれども、これはねまあかなり現実味があると言いますか、おそらく発売になるでしょう。これはね、はい、パソコンのパーツなんですけど、 RTX3080Ti ですね。はい、まあ、グラフィックボードですね。はい、でまあクーダ数がですね、もうめちゃくちゃね、新しい NVIDIA の、はい、30シリーズは非常にね多く積んでまして、私今 2080Ti なんですけど、3080Ti はねビデオメモリーが噂では20GB ですかね、8GB じゃない、8GB どころかその約2倍以上ね、積んでるというんで、おそらくですね、まあ、ダヴィンチリゾルブっていうのはねビデオカードの性能に依存されるんですけど、オプティカルフローのスピードワープですとか、あのビデオカードのねメモリをこう結構食うモードがあるんですけど、かなり威力を発揮してくれるんじゃないかなっていう期待と、今、まあ、私パソコンはね趣味なんで3台パソコン持ってるんですが、それぞれね CPU は AMD のね、12コア16コア32コア64スレットのねこの3台のマシンを使ってるんですけど、今ね 1080Ti が4枚それぞれねパソコンに刺さってるんですが、これを全部売っ払って、2080 2枚をね16コアと32コアのねマシンに移植して、で 3080Ti をね今使ってるメインの、3900ですかね X 使ってますが、それにぶち込んでやろうと。はい、そうするとね2枚のグラボで並行処理させるよりも絶対ね1枚のグラボでねクーダ数もほぼほぼ変わらなく、はい、処理速度がねかなり上がると思うんで、これがね第5位です。すいません、パソコンの話になるとねちょっと熱が入って話が長くなりましたが、はい、これがね今年の欲しいもの第5位です。はい、それでは第4位ですが、第4位はですねパイロットフライ、チャレンジャーですね。はい、これ僕勝手に名前つけたんですけどジンバルですね。ねパイロットフライさんねしばらくほらジンバル発表してないでしょ。なんかね新しいの出るって、大型のジンバル出るって言ったっきりちょっとまだ出てないんですけど、まあ中型ジンバルでいいので、はい、パイロットフライのチャレンジャー、はい、要求性能はですね、世界初アクティブスタビライザーをね搭載してほしいんですよ。はい、これ昔から僕言ってるんですけど、どういったものかっていうとね、あのジンバルにですね縦軸方向のブレってほらどうしても普通に歩くと発生するじゃないですか。それを極力抑えてくれるシステムとして、ジンバルのね本体に、まあ、車のサスペンションみたいなね機能をね電子制御で、まあ、制御するっていうものをねぜひね内蔵してほしいんですよ。できないかな、
要はね、上下そうですね、3センチ3センチずつね、こう、まあ、油圧になるのか、それをモーターで動かすのかは、ちょっと僕、どっちがいいのか分かんないんですけど、まあね、そういったものを搭載してですね、こう歩いた時のね、縦ブレをね、多分3センチ、上下3センチでね、動いてくれれば、制御していただければかなりね縦ブレがね防げると思うんですよね。はい、まあ夢のある商品なんですけど、はい、そういったねアクティブ手ブレ補正、はい、それをね搭載した、はい、ジンバルパイロットライさん、ぜひ出してください。そしたらですね、私間違いなく購入いたします。はい、それで第3位ですね、第3位はですね、スカイメイト 8K、 スカイメイト 8K ですね。これ僕欲しいですね。はい、一体何かって言いますとね、はい、今ね、ドローンはねやっぱり、うん、まあ、札幌っていうエリアもあるんでしょうけれども、なかなか飛ばせないので、なんとですね、このスカイメイト 8K というのはですね、タコ、わかります、あのゲイラカイトとかね、あ、ゲイラカイトって言っても平成の人わかんないかな、要はね、はい、タコにですね、360度カメラ 8K のね、はい、360度カメラをね内蔵してるんですよ。でタコを上げるとね、全天球型でね、360度、はい、タコを上げることによってね、高いところからね撮影がねできちゃうっていうね、そういうね、代物をねぜひ出してほしいなと。そうするとね、夢のね、はい、高度撮影がねできちゃうわけですよ。タコだったらどこで、いや、どこでもってことはないんでしょうけど、ある程度ね自由頻度がね、あの航空法とかにはね引っかからないと思うので、まあ大丈夫だと思うんですけれども、どうでしょうかね、皆さんそういうの出たら欲しいと思わないですか。僕だけかな。はい、それでね、ちょっとねドローンは飛ばせないんだけど、中島公園でタコ揚げできんのかな。多分注意されますかね、きっとね、危ないよってね。ちょっと上げる場所もちょっとなかなか見つからないとは思うんですけどね、もしねそれが出たら、ぜひね購入したいと思います。第3位かな、スカイメイト 8K、 はい、これはね、今年もし出れば購入しようかなと思ってます。はい、そして栄えある第2位、第2位はですね、まあ、かなり現実味を、帯びてるとは思うんですけど、ソニーの RX03 ですね。はい、 RX02 と何が違うのかっていうとね、はい、RX02 も0もねオートフォーカスがねシングルタイプなんで、これをねちゃんとね追従するオートフォーカスですね。まあできれば、ね、RX100M7 ぐらいのねオートフォーカス性能で、瞳 AF なんかね、搭載されますと、まあ、自撮り派の人もねすごく喜ぶと思うんですけどね。はい、そして栄えある第1位は、これもちょっとね、まあ、ちょっと夢かもしれないですね。ソニーのアルファ 6800R とね、アルファ 6800S、このね2機種になりますね。はい、このね2機種ぜひねソニーさんね発売してほしいんですよ。はい、APS-C のねソニーのアルファ6000シリーズってね、もうすごく優秀なカメラなんですけど、初のね、
利面照射型のセンサーをね搭載して、しかもですね6800がね2種類出るという R 機、これはね写真の専用の撮る方ね高画素機になります。そしてなんと6800の S 機、これはねまあ多分出ないでしょう、出ないんですけど、できればねソニーさんにお願いしたいんですけど APS-C 機でね、ソニーの α7S3 のね、APS-C 版でねぜひね出していただけないかなっていうねちょっと私のね新年早々の夢なんですけど、そうしましたらね私ね一発でね現金で買います。はい、多分ねキャノンさんがね今かなりね APS-C 機でまた、去年のようなね R5 に続くような、はい、そういった内容のものをねおそらくね出してくると思うんですよね。ですのでソニーさんも負けずにここはね6800でね一気にね R 機と S 機の2台をね、キャノンに対抗するために同時発売、そうですね時期はねおそらく12月頃になると思うんですけれども、はい、もしかしたらやってくれるかもしれないですね。はい、ということでね新春夢を語るということで今年の欲しいもの、まあ夢の商品が半分以上かな、なっちゃいましたけれども、まあ希望的なものもね含んでましたので、はい、まあ機材マニアとしてはですねそういった商品が出ればねすぐね、飛びつきますので、ぜひメーカーさんご検討のほどよろしくお願いします。はい、ということでね新年の初撮りになりましたけども、初撮り Vlog はここ中島公園からね、今年の欲しいものベスト5をね中心にお話ししてまいりました。はい、それではねまたお会いしましょう。はい、じゃあ中島公園よりさよなら。